ずらっと並んだこれらの戦車、中国で今現役で使われているものです。今日内外のメディアに一斉に公開されました。公開されたのは北京の盧溝橋近くにある戦車部隊の士官を養成する学校です。戦車の走行訓練や学生の戦闘訓練の様子が内外の100人を超えるメディア関係者に公開されました。中国軍の学校が外国メディアに公開されるのは初めてで、中国人民解放軍の創設記念日である来月1日を前にオープンな姿勢をアピールする狙いがあります。中日关系应该说是当前很敏感的一个问题，特别是现在，我觉得，在日本国内有一些人呢一直在回避，甚至抹杀那段历史，我觉得对我们也还是影响很大。中国軍をめぐっては、制服組の元トップが汚職で失脚するなど、幹部の腐敗も問題になっていますが、校長は一部の幹部による個別の問題だが、その教訓を教育に生かしていかなければならないと話しました。